タイプ35バイトタイプ35とは、ブガッティの最も成功したレーシングカーの傑作シリーズである。エッド・レブガッティによる独創的な設計で、1926年のグランプリチャンピオンを含む1000勝以上の勝利を記録した。2年間で47の記録、351戦優勝は、週あたり14戦勝利という驚異的なペースである。 モナコグランプリでは1929年第1回と1930年第2回の連続優勝。タルガフローリオでは1925年から1929年まで5年連続優勝をタイプ35によって達成した。これらの記録だけでなく、機能性を根拠とした美しい造形も極めて評価が高い。 タイプ35オリジナルモデルであるタイプ35は1924年8月3日、リオングランプリで登場した。タイプ29と共に登場した 1991CC3 バルブのサイチェシー直列8気筒エンジンを搭載していた。他のブガッティモデルと同様のボア F-560 ストローク 88mm、96台が生産された。 新しいエンジンは5つのボールベアリングを用いていた。これによって最高回転は 6000rpm を許容し 90hp を発生した。前後ともに固定軸とリーフスプリングのサスペンション、ブレーキはケーブルによるドラム式だった。世界で初めて使用されたアルミホイールは極めて特殊でブレーキドラムと一体で鋳造され、冷却性の向上、バネ下重量の軽減、 整備性の向上まで実現した。また、全車軸を通るスプリングの構造も、それまでの自動車で用いられていた、ユーボルトによる単純な取り付けとは一線を画しており、部楽器の代名詞となった。ボアを、ファイ 52mm に縮小して 1494cc としたモデルや、直列8気筒 1100cc モデルもごく少数、作られた。日本のテレビ番組、 カーグラフィック TV のタイトルバックに使用された。タイプ 35A タイプ35の連価版として1925年5月に登場した。人工宝石のメーカーにちなんでテクラというニックネームで呼ばれた。エンジンにはタイプ38と同じ一般的な3つの平軸受け、小径バルブ、タイプ30と同じ点火系が用いられた。 整備はしやすくなると同時に出力も低下。139台が生産された。タイプ 35C エット・オレブガッティは下級機を嫌っていたが、35C はルーツ式スーパーチャージャーが搭載された。出力はゼニスのシングルキャブレターで 128HP を発揮した。タイプ 35CS は1928年と1930年のフランスグランプリで優勝した。 50代が生産された。タイプ 35T1926 年のタルガ・フローリオに向けてブガッティはスペシャルモデルを製作した。タイプ 35T と呼ばれた、このモデルはすぐにタルガ・フローリオとして知られるようになった。T はタルガ・フローリオの頭文字である。エンジンはストロークを 100mm に伸ばして 2262cc に拡大された。 グランプリはこのモデルの登場によって上限排気量を2リッターに変更したためわずか13台が生産されただけにとどまった。タイプ35バイトタイプ35シリーズの最後となる35バイトは1927年に登場した。もともとはタイプ 35TC と呼ばれていた。35T の2.3リッターエンジンに 35C と同じ大型スーパーチャージャーを装備して 130HP の出力を達成し、45台が生産された。ラジエーター、ブレーキドラム、タイヤも大型化。1929年のフランスグランプリで優勝している。タイプ37、タイプ35のシャシートボディを使用したスポーツカーがタイプ37である。1496cc の直列4気筒の新エンジンを搭載し、 290台を生産した。このエンジンは、サイチェシーの3バルブで 60HP を発揮し、タイプ42も使用された。タイプ 37A タイプ37のスーパーチャージャー版で67台生産。出力は80から 90HP。大きくなったドラムブレーキのカバーを持つ。当初はタイプ 35C の1バージョンとして計画されていた。 エンジンは、ストローク 66mm に短縮した、ショートストロークの 1493cc だが、ボールベアリングは使用されていた。10台生産、ボアハイ 51.3mm に縮小した 1092cc 版も生産された。ありがとうございます。